い、皆の衆こんにちは。グレート家康公青い武将隊榊原康政にございまする。さあ、これより始まりまする。榊原康政の月下読釈、記念すべき第1回目はこの岡崎城より歩いてすぐのところにあるお店にお邪魔したいと思いまする。それでは早速参ろう。いざ出陣。よさ、到着いたしました。本日ご紹介いたしますのは、岡崎市は材木町にございます、こちらのお店、じゃじゃん、大衆酒場どんちゃんにござる。それでは早速お店の方に参りたいと思います。こんにちは。はい、いらっしゃいませ。失礼いたします。榊原様、いらっしゃいませ。はい、よろしくお願いいたします。はい、青い武将隊榊原康政にございます。こちらは、お店の方、正夫さんでございます。よろしくお願いいたします。さあ、本日はですな、こちらのお店の、おすすめの一品と、それに合うお酒を、いただきたいと思いまして、はい、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、はい、それでは当店自慢の銘酒、はい、白老の純米吟醸酒を。エビとオクラの和え物でございます。この黄色いのは何ですか？パプリカです。パプリカ、はい、パプリカとオクラとキュウリかなとエビが、あ、いいですね。夏らしくてね、はい、夏野菜が入ってさっぱりした感じのお通し、はい、いただきます。ああ、いいですね。さっぱりしてて、うん、榊原様もさっぱりしたね。でもどちらかというと私はこってり派なんですけどね、見た目がこってりだって言われます。これ何じゃろう、みょうがが入っとるんですか？はい、隠し味的にみょうがが、うん、うまい。さすが良いですね。早速じゃけどもいただこうかな、このお酒をね。あ、うまい、いいですね。なんだろう、このちょっと外が暑い中こう歩いてきたせいか、この純米大吟醸ぐらいのこのキリッとしたね、はい、冷たいお酒がすごくいいですね。はい、それでは失礼いたします。 おすすめの一品ですよ。当店これ、ね、おすすめの一品、三河湾のお魚、メヒカリを干物にしたものでございます。メヒカリの干物、メヒカリ、頭から入れてる感じですかね。頭どうかな、頭もいけちゃうのかな、これ。頭大丈夫ですかね。頭はいけない、人によります。そういうのは大丈夫な方は別に、はい、基本骨自体は柔らかい魚なんですけど。いただきます。光の干物、あ、うまい。うん、なんかあの唐揚げにするとメヒカリって割とこう淡白というか、はい、ね、ふわふわしてるけどさっぱりした魚だなと思うけど、はい、これしっかり脂乗ってる魚なんですね。そうなんです。干物にするとこの浮いた脂が非常に濃い感じになって、うんうん、これはうまい、しみじみうまい、うん、あ、初めて食べたけど驚きました、これ、はい、美味しい。意外と珍しいみたいですね、うん、この干物を扱っているお店っていうのは本当に珍しいみたいですね、はいはい、あ、そうか、確かにね、あまり聞いたことございませんな、うん、なるほど。このお酒を、
あ、素晴らしい。そっか、ね、この白露の純米大吟醸がまたね、これちょっと、はい、食べ物に割とこう合うんですかね。そうですね、うん、食べ物の味を邪魔しないっていう言い方ですかね。美味しく見えすぎた、うん、もう来たらすぐ食べなくなってしまったのでね、我慢ができない美味しさが見えすぎた、まあまあ、うん、まあ、そういうものだと思って、はい、最後までの閲覧誠に大義である。高評価チャンネル登録よろしくお願いいたします。僕らはイエーイ、さらば。